今回はシャーペンに関するスレを3本紹介します。1本目は2021年6月に建てられたスレです。地方小学校でシャーペンが禁止な理由、ガチでわからない。論理的な回答が得られない。分解して遊ぶ、意地がおるからやろ。ワインとここでやった。コンセントにシャーシン。気の温もりを感じられない。シャーシンパクる奴がいるから。ロケット鉛筆がダメな理由。高いの持ってきてなくすアホがおる。悔しいから。シャーペンが買えない家庭もあるからな。携帯持ってきたらあかん理由もわからんし。刺しまくって遊ぶ、意地がおるからやろ。なんかのチャリティ鉛筆が売れなくなるから。小島八田屋さんの仕事奪ってええんかって話ですよ。鉛筆屋の利権や。筆圧がうんたらって言い訳してたけど今 2B がメインなんやろ。2B どころか今は 4B 使ってるとこもあるよ。4B って硬質かよ。でもなぜ分解してはいけないのかは言えない模様。需要聞けないから。ガキは筆圧の加減を知らんから折れまくるんよ。それが床に転がって上靴や机で擦れて床が汚れる。鉛筆ですら折るんやからシャーペンなんて使いこなせないよ。ちゃんと各練習家でしたらええんやけどな。ワインとこは盗難の可能性と芯折れて汚くなるからやったな。鉛筆とハンコは消えそうで消えないな。指が変形するからって理由やった。鉛筆が折れなくなるだろ。どう教師、Y の時代にそんなんなかったからやで。Y が言われた理由は、担任、校長先生が床が汚れるのが嫌だから。Y、矢印親矢印校長矢印全員シャーペンか。海外ってボールペンなんやろ。今もこのルールまだあるんか。転校生がシャーペン使っててびっくりした。前の学校ではシャーペンOKらしい。筆箱はなんでパカパカじゃないとあかんの？今時社会で鉛筆もシャーペンも使わせんぞ。ボールペンを基本にすべき。4年次だけ学級崩壊しててシャーペンセーフやったな。遊ぶ、壊す、苦情が来る、などの理由で先生の負担が増えそう。書道の先生が鉛筆で書かせた方が字が上手くなるって言ってたわ。本当かどうかは知らん。ワイはバトル鉛筆。盗んだとか壊したとかで揉めるのが先生たちは嫌なんや。つけてるシャーペンはグリップ外して中にカンペ仕込ませるカンニングとかできちゃうからな。高校でもテストは鉛筆とかやったぜ。うちの学校は担任が字の基礎ができたと認めた生徒のみシャーペン OK やったわ。シャープペンを買える家と買えない家で差がつくからやろ。消しゴムに芯を刺して折りやすいからやな。久々に鉛筆持つとすごく書きづらく感じるわ。謎の違和感がある。トンボ鉛筆の陰謀。小5小6なら使ってもええんちゃうか。受験対策や。ランドセルも鉛筆も使わなくなればいろんな会社が潰れるよね。そこらズブズブなんよ。机削るから。昼休みバトル鉛筆で遊んでたらブチギレてきた。維持教師もおった。地区にシャーシン埋まってるやつが一定数いる。学校側が指定するものだから全員同じで、しかも安いものが選ばれるんやろ。もっと昔は鉛筆削りすらダメやったらしい。鉛筆削りの粉を捨てる係の雇用を守るためやで。ドラクエとかポケモンのバトエンで遊んでたわ。受験の時に鉛筆使えって理論もわからんよな。これ言うと子供をバカにしてるみたいだから大っぴらに言われないけど、注射ごっこで芯を突き刺して遊ぶからかな。まあどうなんやろな。経済事情考えるならシャーペンの方がいいし、埼玉だかどっかがやたら色濃い鉛筆使うらしいな。でもなんやかんやで鉛筆も使いやすくないか。ワイワイまでもシャーペン使わずに鉛筆使ってるで。ワイは教室の電気消し付け係や。昭和時代とかマン近い高級シャーペンあって、なくなったとか盗まれたとかの騒ぎが少なからずあったからやで。シャーペンには和の心がないから。小学生が使わなくなっても美術界隈で使われるから、鉛筆会社が消えることはない。鉛筆削りくんとかいう小学校の頃だけのお友達、簡単に勉強されたら悔しいじゃないですか。ロケット鉛筆とかいう悪いとこ取り。和尾の学校テストの時にシャーペンの中にカンペ仕込んだやつのせいで禁止なったらしい。ガチっぽくてクソ。以上です。2本目は2018年3月に建てられたスレです。小学校でシャーペンが禁止だった理由、今考えてもわからない。危ないから。急な沸騰を防ぐため、シャーペンは武器になるからな。事件、授業中に分解して遊ぶから。あっくんが仮パクするから。中学でさえ授業中バラして遊ぶやつわらわらやったからな。壊れた時直すのが教師になるから。事件提起、見た目鉛筆のシャーペン持ってきてる女の子いたわ。シャーシンが危ない。授業中改造して短いシャーペン製造するからな。ワイオさん、シャーペン禁止って何？シャーシン床に落とす、意地のせいで床が真っ黒になるからやぞ。こんにちは、トンボ鉛筆の佐藤です。フルシャーペンとかいうフル必要皆無のうるさいだけのゴミ。図工で使えないしな。鉛筆やと先生が癒着してるってマジ？ワイ教師に聞いたけど、小学校は鉛筆の持ち方を学ぶ場所ですって言われたわ。鉛筆なんてもう滅多に持たないんやが、鉛筆を濃淡から削るのが多分な理由。今考えてもわからない。濃淡から削れば2倍使えるのに。アルコールランプでシャーシン燃やすやついるから。5、6年になると普通にみんなシャーペン使ってたわ。一応使っちゃいけないとは言われてたけどね。誰も守らない。シャーシン食べちゃうから。分解云々も的外れよな。だったらボールペンも禁止せなあかん。鉛筆業者の圧力。鉛筆業界と教育委員会は癒着している。貧乏な子が買えないからとかじゃないの。今考えてもわからん。鉛筆の方が手が汚れるのに。鉛筆削りとかいう面倒くさい作業を強要させる鉛筆は筆記用具のクズ。ああいう暗黙の了解みたいなのが社会をダメにするんだろうな。センター試験で久しぶりに鉛筆持つと鉛筆の良さも感じられる。一番はシャーペンよりも鉛筆の方が使い方のバリエーションがあるってことやろ。二
細く描いたりはシャーペンでは無理。色塗りやお絵描きも厳しい。っていたずらしないように、だったと思う。ちな中学でも禁止やった。シャーシンを得るんか、せや、クリップでやったらきっとすごいんやろな。電源コンセントに挿してショートさせてブレーカー落とすからやろ。子供が盗んだ時に団地隅とかの親は逆ギレしてくるからな。そしたら物品自体の持ち込みを禁止するしかない。盗むなくなるの発生率と問題の大きさが鉛筆より大きいから。Y 定理が教えたるわ。細かいパーツの誤飲防止、指導の手遊び防止、指導する上での均一性の確保、大体このあたりが理由。あのガキの数でカチカチやったらうっさいからやろ。小さい子は筆圧が調整できないからって言われてたけど、そんなことないよな。先生の先生の先生、Y が子供の頃はシャーペンなんてなかったぞ。シャーペンは禁止や。先生の先生、Y が子供の頃はシャーペンなんて使わせてもらえなかったぞ。シャーペンは禁止や。先生、Y が子供の頃は妹にあげたかったみたいな理由で女子のシャーペン盗んだやつをクラス中で袋叩きにしたら、学校来なくなったけど元気かな。盗んだものもらって妹は喜ぶかね。佐藤さんが困るから。鉛筆会社が鉛筆しか作っとらんわけないやろ。Y 中学の時刺されて埋まってるわ。消しゴムを正規末仕様にしちゃうから、むしろ逆だろ。わからないと思ってるやつがいることにドン引き。両端削ったらマッマに怒られた。鉛筆をシャーシンぐらいまで削ってシャーペンに入れて、これ鉛筆の芯ですよ。言うてたやついたわ。三角鉛筆とか何やったんやあれ。でも鉛筆の方が危険やけどな。削るための紐の紙とかどう考えても武器やで。以上です。3本目は2021年7月に建てられたスレです。小学校、シャーペン禁止。中学校、シャーペン使っていいぞ。どういうことなの？ほんまシャーペン禁止は今でも謎や。こい。記事だから。鉛筆使ってポビマ貼った屋さんの気持ち考えないとな。どっちもダメはいいならわかるけどな。芯をちょこっと出してプチって折り飛ばしてくるのがいるから。シャーペン使うにあたって決め事多いな。いっそ使えないことにしたろ。手のひらに刺して抜けなくなるから。学校によっては高学年であえてシャーペン使わせているところもあるぞ。女のメイクが一番理不尽や。これやな、大学入ってからの格差は男の日じゃない。ルール作った側の時代には存在しなかった便利アイテムだから。分解して遊んでたら大抵パーツ落として復元できなくなる。マークシート、シャーペンは読み取れないぞ。太めの字を書かせたいからってのもあるんちゃうか。教師になったら鉛筆やから絶対受けれるんか。三菱鉛筆のためや。お前らどうせクルトガやろ。大人になるとなんだかんだ鉛筆に落ち着く。初期のシャーペンは金属製で、それなりの値段したからちゃうか。鉛筆使うメリットってなんだよ。筆圧が強いから。学校、いじめはダメ、みんな平等に。会社、クズはとことん追い込む、結果出したやつだけが正義。墨入れにシャーペン使うやつ。貧困格差対策提起。鉛筆利権ってマジかよ。トンボ最低やな。今の小学校も未だにこれなんか？アッくんが盗んで騒ぎになるから盗まれても持ってきたやつが悪いで迅速に。解決するための知恵やぞ。中学の時わしのテストでは D 以上の鉛筆以外認めん、ってのがおったわ。まあめっちゃいい先生やったし別に嫌ではなかったけど。クソ高いの持ってきて盗まれるまでカセット。筆圧がうんぬんとかいう、維持理論で禁止されてたで。メモもノートも報告書も全部消せないボールペンやな。シャーペン禁止はあれやろ。シャーペンは芯が折れやすくて、折れた芯が目まで飛びやすいから。子供の目に害がないように禁止ってお話やから。別に特別変な話ではないと思う。鉛筆パクられたってメンヘラが騒いで高橋くん疑われてたけど冤罪だった時、かわいそうだったわ。中学で母親がフィリピン人のアッくんが鉛筆使っててや、ってなったわ。芯が机の足に入って床汚すとかじゃなかったっけ。シャーペン使ってちょっと大人な気分になれるんや。分解して遊ぶのがダメならまず消しゴム禁止しないとダメだろ。あれこそ消しカスでなんやようわからんもん作ってみんな遊んどったで。製図用シャーペン持ってきたやつが少しの間チヤホヤされる。鉛筆っぽいシャーペン使ってるやつは一周回ってダサかったわ。両家は堂々とただのシャーペンでゴリ押す。禁止と言ってもバカな公立小学校だけだろ。シャーペン逆さに持って親指で芯をピンって飛ばしてたわ。意外と痛いやつ。中学から必要な時以外ボールペン使ってたわ。なんで日本の学生はみんなシャーペン使うんや。教師、頭髪や服装にして振り変更しといたぞ。禁止棒だけど特に理由はないぞ。単に昔にそう決まってずっと変えてないだけや。シャーペンの芯食ってたやつおったわ。ガキにはシャーペン格差があるからな。陰キャはやたら製図用シャーペン使ってた。毎日削るのめんどいけど鉛筆の方が書きやすいわ。削るのめんどいから使わないけど。大人になるとまた鉛筆に戻る。キスババアがカチカチ音いやがってシャーペンボールペン禁止やぞ。いじめの元凶やからや。まあ小学校低学年とかまだまだ幼児やしな。シャーペン使わすのは不安かもな。言うほど鉛筆で不満だったか。ワイプ辛抱、鉛筆うまうま。先生、シャーペン使っていいぞ。言うほどシャーペンで遊ぶか。ワイは鉛筆よくかじってたからシャーペンの方が安心やったわ。大学受験で鉛筆に戻ったな。なんでか覚えとらんけど。Y 小学校にシャーペン持ってったらその初日にプニプニの部分を隣の席の長森くんに盗まれたからなんとなく禁止の理由がわかるわ。中学はさすがにガチガチに規則固めると反発されるからシャーペン許容するんかな。それっぽい理屈述べてるやつ全員中学生も一緒やんで論破されててくさ。教師の嫉妬や。
何が困るってテストの時に鉛筆全滅した時の絶望よ。塾では使ってたけどな。小学校教員とかよ、フランス卒で公務員とかよ、ヤバい連中の巣窟。調べたらシャーペンが出始めた時、まだシャーペンが高価だった時代に、いじめの原因になったり盗難が相次いで文科省がシャーペン禁止にしたんだな。昔のジャップのウィンドヤバすぎでしょ。シャーペンなんて別に高くないやろ。カッターで綺麗に仕上げるのが好きだったから鉛筆使ってたわ。大体意識高い女が持ってきてそこから男に伝播する。小説とかもそんな感じで流行った。社会、ボールペン以外禁止。フリクション、うっす。フリクションで書いた書類ファックスで送ったら白紙が届いたことあるわ。バトインはいいぞ。マジレスすると刺さるから。いじめで刺すやつが出てくるから。実際ワイが小学生の時に、入れ墨、とか言って皮膚に刺して折って刺して折ってって、繰り返してる、いじ折った。普通にみんな無視して使ってたわ。先生もお前ら本当はアウトなんやぞって笑ってた記憶。ボールペンと定規で回線するやつ。アルファゲルのゲルちぎるやつ。今はもっぱらフリクションやわ。書類にも使えそうになるのが難点やけど。普通バトイン持っていくよね。11、お前まだ鉛筆使ってんのだせー。あっくんの背中に一つ黒が増えるからやぞ。カンニングのノウハウが小学生の時にできてしまうからや。スケルトンのシャーペンの中にメモ入れてやるやつがおる。でもシャーペン解禁されたら社会から一気に鉛筆が消えそうやな。今の小学生ってバトインや消しピンやらんのか。中学の頃いきっておっちゃんに買ってもらったロットリング3日ぐらいで移動教室に忘れて、そのままロストしたわ。ひろゆきが好きそうな話題だな。フリクションはマジでやめろ。カチャ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 。Y が裁判官なら一発で死刑やぞ。20年前はそうやったな。ロケット鉛筆はどうやねん議論が巻き起こってた。さすがに現代で禁止とかないよな。Y が埼玉民、他県では10秒を使わないと知り驚愕。マジレスすると鉛筆削りも教育の一環というのがあるからやで。うちの地区はカッターで鉛筆削る伝統があったわ。個人的には赤鉛筆で漢字の直しをさせるのが大変やったわ。赤鉛筆消しゴムで消えなすぎるから。HB 鉛筆が標準みたいなのやめろ。下敷きなしだとノートがボコボコになる欠陥品だろ。なお下敷きはみんながブーメランみたいに投げまくるせいで禁止の模様。ドラクエのバトル鉛筆が学校で流行ってたな。鉛筆だと遊びが養われる気がするわ。なんジェイミンは100円のこういうの使ってそう。YG、クルトが4本くらい買ってエローカスタムする。中学も一昔前はダメだったよな。単に昔の風習改善されにくいのが小学校ってだけじゃないの？未だに扇風機なところもあるし。うちの学校バトエンで賭博が始まって、最後は10円100円単位だったのが、万単位のやり取りになって、最後は負け越した奴が教師にリークして全員親呼び出された。細かいところで意味もなく理不尽を敷いて社会に順応させていくんやろな。個人塾やとシャーペン使わせると低学年はすぐポキポキやして遊び始めるとか、って大変らしいで。教職では生徒への細かなルールの束縛なんて一切やらんから、基本的に小学校の理不尽な。ルールは教師が考え出したやつだぞ。小学校の教師志望って頭おかしいやつしかいないからな。お絵描きの才能があるやつを伸ばすためやで。中学なってからペン回しハマって授業中に卒中落としてたわ。クソガキはガチで何するかわからんからな。親指の爪で芯飛ばして攻撃するやつとかおるし、コンセントに芯突っ込んで火花散らすやつもおるし。小学生相手なら理屈なくても通用するからな。中学生相手になると禁止にできる理由がない。名前シャープ鉛筆だったら許可されてそう。小中高、髪染めちゃダメーラオーン。大学、自由にしてーで。これも意味不明やわ。髪染めたら何か不都合でもあるんか。単なる偏見と清楚であるべきという自己満の押し付けやわ。小学校の教師が頭おかしいのが多いのは同意。練り消しが禁止された理由、ガチで嫉妬しかない。Y のバトエンのキラーマシン2盗んだやつ誰や。大学ならトイレも勝手に行っていいしな。ガキなんて猿みたいなもんなんやから一人に何か許すとあの子もやってたぜ。当然聞かなくなるやろ。お前はルール破ったらこうなるっていう見せしめや。ランドセルじゃなきゃいけないのもわからん。指定バッグ全般わからん。利権は除いても根拠がなぞ。ペン回しが得意なやつは受験失敗するみたいな伝説なかった？鉛筆削りも売りたいから。陰キャは、オプト矢印クルトが矢印ステッドラーやぞ。ソースは Y。日本の教育って未だ2000時中って感じで時代が違うよな。腰パン禁止。これも意味わからんかったわ。てか腰パンって今の子もしとるんかな。教師、こら、腰パンするな、腰がし。Y、ここが腰なんですけど。教師、あ、す、Y。ロケット鉛筆最後まで使い切ったやつおるか？Y は面倒になって2個目くらいで使ってないわ。実家にまだ置いてあると思う。でも鉛筆削る感じ楽しかったよね。学校、ローファーしか履いちゃダメだぞ。これが一番クソやろ。これのせいで足の形歪んだやつを襲う。半端に高速あるからクレーム来るんや。うちは服装規定自由ですで一周できるやろ。中国みたいにスニーカーに統一すべきよな。ロケット鉛筆、ゴミ、おもちゃ。結局、意地が一人いると需要が止まるんよ。手紙回してたぐらいでなんであんなに切れるんやろ。ロケット鉛筆使ってたやつに高学歴おらんよな。挑発禁止とかも意味わからん。そういや Y が子供の頃は授業中水分補給禁止やったけど今はどうなん？シャーペンは芯の管理せんとあかんから、低学年なら鉛筆の本数を管理させた方がええ。Y の甥っ子の小学校は低学年でも OK なったけど、新規らし多すぎで3年まで禁止に戻ったみたいや。
鉛筆くわえて遊んでたら後ろからどつかれて喉に刺さったことあるから低学年は、シャーペンやめたがええわ。鉛筆を削ることで学べることがあるからやろ。小学生ってガチ、意地普通におるよな。ワイも思い返せば大事な時もあったけど明らかにヤバい奴が普通にいてかすんでた。女のメイクも男の眉毛の整え方も中学で触りだけでもやってくれ。膝に刺さった後消えないわ。初めてシャーペン使った時先っちょじゃなくて頭から芯入れてるのでマウント取られたわ。バカほどいろんな文房具持ってたよな。買い食い禁止矢印これが一番意味不明やろ。自販機でジュース買ったのに周りの車に見つかっただけでそのまま学校に呼び戻されて説教やで、アホかと思ったわ。小学校自転車禁止、中学校自転車A で、ほんと謎やった。っていうか今の小学校ってタブレット使ってるからペン類すらあんま触れることないんじゃ。別に禁止でいいと思うけどね。禁止じゃなくてもいいとも思うけど、大体小学校ってシャーペン使いようがあるまいが、どうでもよくない。人格形成に影響を与えるわけでもないし。先生の対応力が全てや。シャープペンシルが流行り出した時の先生はみんな鉛筆で勉強してたから、シャープペンシルの筆記については教えることができんかったわけや。その歴史や。練り消し、プロフィール帳、消しカス集めるローラー、バトエン、罠毛ゲーム付きの筆箱、なぞなぞ恋占いの本のキーホルダー。ランドセルは後ろから転んだ時に頭を守りやすいって聞いたことある。ランドセルは後ろからひっくり返っても頭ぶつけないような役割があるからな。ガキが乱暴に扱っても6年持たせるならランドセルよ。リュック作ってる企業がガチればもっと安く代替品作れると思うけど。高校、整髪料つけるの禁止、女はメイクも禁止な。社会、整髪料つけて身だしなみ整えるのも女性はメイクするのも社会人として常識です。中学教師、青春禁止、ラブラブ禁止、恋愛禁止、イチャイチャ禁止、青春禁止、爽やか禁止、告白禁止、大好き禁止、青春禁止、抜け駆け禁止、偶然禁止、絶対禁止、青春禁止、やっぱり禁止、何が何でも禁止。これほんま謎やったわ。鬼滅の刃のバトエン出るみたいなニュースあったけど、今の学校にもバトエン禁止法みたいなのあるんかな。置き弁禁止、近道禁止、シャーペン禁止、効率より苦労を美徳とする演出バカジャップならではやなほんま。近道はしゃあない、ワイも民家通り抜ける、意地やったし。今のシャーペンって調べると15年前からあんま変わってないんよね。関係ないとはいえなんか国の成長止まった感じや。義務教育に反発してるやつに限ってなぜか義務教育の中に居座ろうとしてるのなんなんやろな。むしろそういう姿勢だからいけないんだと思うわ。そりゃ大人になっても親が会社が国が何とかしてくれないのはおかしいみたいに思ってしまうわ。スポドリ禁止はマジで謎やったわ。熱中症なったらどうすんねん。スポドリの中毒は実際に昔事件起きたで。まあ今の水筒の性能なら問題ないと思うけど。中学、コンビニ禁止、高校、コンビニ A で。おやつは300円まで。Y は1000円分のお菓子をマッマに買ってもらって、マッマからそれらを300円で買ってたで。青春禁止すれかと思ったら違った。大体はモンペ対応の結果やろ。国や都道府県や市町村の教育委員会が指導要項を作って、先生はそれに沿ってるだけだからな。現場のとその上の意識の乖離は結構ひどいで、最悪の結果になったのがゆとり教育な。女教師の崩率高いよな。違い多かったわ。まあ男の多いけど別ベクトルやからな。2年くらい前に給食の話題でレス場になって幼稚園の卒業証書晒した、意地おったよな。リアルタイムで見てたけどほんま草。消しゴム削って細かくして遊んでたら、全部没収されてその細かくなった消しゴムを毎日配給されてたわ。無駄に思えるルールがあるのは確かだけど子供なんて大人じゃ想像つかないとんでもないこと。しでかす奴だっているし何より意味不明なクレームつけてくる親がいることは忘れてはいけない。ある程度厳しくルールで定めといた方が結果平和に終わるんだよ。以上です。皆さんも学校で禁止されていたことはありますか？